どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。先日7月の28日の正午過ぎにですね、シーズン11で最もレベルの高い城の落葉の工場というのをですね、無事終えることができました。皆様お疲れ様でした。で、さすがに単独工場とはいかずにですね、唯一の友好州である清涼の筆頭同盟さんのですね、マルチーさんにご協力いただいてですね、なんとか落とすことができたという感じですね。ご協力ありがとうございました。で、撃破タイムもですね、30分切れたということでですね、かなり早かったですし、あと落葉を落とすまで1ヶ月かからなかったということでですね、ここからはですね、工場を控えめにしながらですね、足場部隊をしっかり出していけるということでですね、僕のプレイスタイルに合ったそのゲーム運びっていうのができるようになるんじゃないかなと思いますので、これからが本番のつもりでですね、頑張っていけたらなと思います。で、シーズン11で落葉を落とした同盟にはですね、おまけボーナスみたいなのがあって、伝国寺と呼ばれる神父をですね、入手することができるんですね。ただこちらに関してはですね、落葉を落とした同盟の名手のみが入手できるということになってますので、まあ一つのエリアサーバーの中だったとしてもですね、一つということになりますし、全てのエリアサーバーでっていうことだったとしてもですね、まあ10人ちょいぐらいしか入手できない、神父ということになるわけですね。なんでこの動画を見てくださってる方のほとんどの方は関係がないということになります。僕自身もですね、全く関係はないんですけども、この伝国寺という神父がですね、かなりぶっ壊れ性能ということになってますので、そちらの方を細かく見ていきながらですね、どのように使ったらいいのかみたいなのをですね、ちょっと記念に考えていきたいかなと思っております。で、この伝国寺の専属効果なんですけども、戦闘開始時に自軍首相は近衛兵を召喚し戦闘に協力させる。近衛兵は初期に、943から2400兵力を獲得し、属性は首相属性の影響を受けるということですね。なんでこれは943から2400の中でランダムでっていうことになりますかね。で、属性の影響を受けるっていうのはですね、この近衛兵が戦う時に与えるダメージとかですね、あと耐久力っていうのがですね、属性の影響を受けますよっていうふうに捉えられますけどね。なんでこの兵力っていうのの数が属性の影響を受けて決まるっていうわけではなさそうです。で、さらに首相のダメージを 30% 肩代わりするということが書かれてますね。つまりですね、この2400例えば兵力を獲得したとして、首相の兵力が1万だったとしたら、単純に1万2400になると上乗せされるっていうわけではなくてですね、別個でこの近衛兵っていうのが存在して、首相がダメージを受けるたびにですね、その 30% のダメージを肩代わりしてくれるっていうことだと思いますね。なんでもし2400兵力を獲得した近衛兵が壊滅しようと思ったら、首相に8000ダメージぐらい通った時にようやく壊滅するっていうことだと思います。先にこの近衛兵の兵力っていうのがですね、この減り切って壊滅した後に首相の兵力が減るっていうよりは、近衛兵が長く生きるっていうことになりますので、これはなかなか厄介と言いますか、使う側からしたらですね、近衛兵をしっかり、その利用できるようなシステムになってるんじゃないかと思います。で、首相の通常攻撃時に近衛兵は 25% の確率で通常攻撃を1回追撃し、首相のアクティブ戦法発動時に近衛兵は 20% の確率でその戦法を再度発動するということが書いてるわけなんですね。ここがかなりぶっ壊れかなという部分ではありますね。近衛兵の存在でですね、単純に兵力っていうのがですね、24% 増加したと同じぐらいの耐久力を有する上にですね、通常攻撃も打ってくれます。なんで、この近衛兵の属性っていうのはですね、その首相の属性の影響を受けるということになってますから、できることならですね、平均ダメージを付与するような首相だったらですね、この通常攻撃のダメージっていうのもですね、大きくなるんじゃないかなと思います。で、首相のアクティブ戦法発動時に近衛兵は 20% の確率でその戦法を再度発動するということなので、まあ、例えばこういうアクティブ戦法が非常に強力な武将がですね、20% の確率で連発してくれるみたいなことになったらですね、これかなりえげつないことになるんじゃないかなと思いますけどね、もうぶっ壊れもぶっ壊れ、とんでもない神父になってるんじゃないかと思います。で、ちょっと謎なのが、継承戦法はどうなんだろうかっていうところですよね。こちらの表記を見るにですね、首相のアクティブ戦法は発動時って書いてますから、固有戦法とは縛ってない感じがするんですよね。なんで、首相の固有アクティブ戦法プラス継承戦法もアクティブ戦法でみたいなことになるとですね、これはとんでもないなと、伝国寺を持っている部隊とはもう戦わない方がいいっていうレベルでですね、やばくなるんじゃないかなと思うわけなんですね。でですね、今回はですね、この伝国寺をですね、装備させるにふさわしい部隊、まあつまりですね、そのふさわしい武将ですね、なんかをですね、ピックアップして見ていきたいと思うわけなんですけども、なんか再接続中になってますけども、これ多分熱の持ちすぎやと思うんですけどね、もう部屋が暑いんでね。
でですね、まあせっかくだったらですね、固有戦法が、アクティブ戦法の武将の方がこの伝国寺には合ってるんじゃないかなと思いますので、まあそこら辺をですね、まず見つくろった上でですね、こういった武将がいいんじゃないかということをですね、提案していきたいと思います。で、固有戦法がアクティブ戦法の武将で強力な武将と言いますと、やはりこの文集ですよね。この武将は外せないんじゃないかなと思いますね。敵軍で一応ですね、固有戦法がアクティブ戦法の武将というのをですね、ピックアップしてみたんですけども、こんな感じになってます。はい、かなりの数になってますよね。相当多いんじゃないかなと思います。ただですね、この伝国寺の特性上ですね、やはりメインアタッカーであったりだとか、あと制御っていうのがかなり強烈っていうような固有戦法を持ってる武将にですね、この伝国寺装備させたいですよね。その連発することによって強力なダメージを与えられたり、連発することによって相手が動けなくなったりだとか、あとデバフによってですね、非常に弱体化されるっていうことがなかったらもったいないかなと思いますので、で、ここでですね、独断と偏見でですね、この中でまあそこそこその伝国寺に向いてるんじゃないかなっていう武将をですね、ピックアップするとこんな感じになります。はい、かなり消えてしまいましたよね。で、一人ちょっと気になってる武将がいるんですけど、それが長戦ですね。長戦の固有戦法っていうのは、敵軍から一人選択して自身の被ダメージを 25% 肩代わりさせるというものになるわけなんですけども、例えば A という武将に肩代わりさせるとして、で、戦法を連発することによってですね、 B にも肩代わりさせてみたいなことになったらですね、結構計算がややこしい上にですね、そのどのぐらいのダメージが肩代わりされるのかっていうのがですね、よくわからないということで、もしこれが最大限にですね、パフォーマンスを発揮するようなことだったらですね、長戦もですね、向いてるんじゃないかなとは思いますね。で、一応消してる武将の中にはですね、宝刀とか、まあ、かなり強力な武将ではあるんですけども、やっぱりその首相に向いてないっていうところがありますよね。なんでこういった感じで外してるっていうところですね。あと法政なんかはですね、その首相に置くこと多くて、で、回復も連発できるっていうことなんで、これはありかなっていうふうには思ったんですけども、一応ですね、今回はアタッカーとして使いたいかなということでですね、色の方を薄くさせていただきました。そしたら一人ずつ見ていきましょうか。まず一つ目が核ですね。この武将は伝国寺と非常に相性がいいんじゃないかなと思いますね。この辺の通常攻撃ダメージっていうのはですね、核の武力が低いのであまり期待できないんですけども、固有戦法がアクティブ戦法でさらに発動率が高いということなんですね。この兵がアクティブ戦法を発動するのは、この首相がアクティブ戦法を発動したタイミングということになりますので、やっぱ発動率が高い方がこの兵は活かせるということですね。で、この固有戦法がですね、敵軍単体を2ターンの間混乱状態にする、また自身以外の敵味方全員に対して順次に判定するということでですね、混乱をばらまくということなんですね。で、この混乱っていうのはですね、味方も混乱にしちゃうわけなんですけども、例えばこの兵がですね、またこの戦法を発動したらですね、もう一回敵味方を混乱し始めるわけなんですよね。で、この新規爆速っていうのはですね、混乱している味方に混乱状態をかけようとするとですね、弱体状態を解除してくれるんですね。つまり混乱以外の弱体状態もですね、一緒に解除してくれるっていうことになりますので、まあその核が固有戦法を打って、この兵が固有戦法を打ったみたいなことになったらですね、まあ味方の弱体状態っていうのがですね、きれいさっぱりなくなる可能性があるということなんですね。で、敵ですね、敵が混乱状態だった場合はですね、ダメージを与えますので、その核の初手で、混乱させて、この兵のですね、アクティブ戦法発動でダメージを与えるみたいなことも期待できるというわけでですね、これはかなり面白いんじゃないかなと思いますね。で、核によく覚えさせられている継承戦法の偽書疑心、こちらに関してもかなり面白いんじゃないかなと思うんですよね。っていうのがですね、この戦法は敵軍に軽力ダメージを与えながら、目標が混乱だった場合は同士打ちさせるということなんですね。なんで相手が混乱だったら追加ダメージ与えますよみたいな感覚でいていただけたらと思います。で、混乱でない場合はですね、混乱もさせてくれるっていうことになってますので、核の固有戦法との相性がいいということなんですね。なんで核がですね、固有戦法を連発して、で、その後偽書疑心が発動できたりっていうことになったらですね、この2つの戦法のシナジーっていうのがもともと高かったのがさらに高まるということになりますよね。で、伝国寺の効果っていうのがですね、アクティブ戦法発動時にこの衛兵にもっていう感じで書いてたので、
もし仮にですね、継承戦法もその確率で、発動させてくれるっていうことになったらですね、本当に混乱連発、ダメージ連発で弱体解除連発みたいなループができますよね。なんで各党のこういうとこの偽証疑心だけでですね、相当活躍するんじゃないかなと思われるので、まあこれちょっと継承戦法がどのような判定になるかっていうのがですね、断言できないところは心苦しくはあるんですけども、もし仮に偽証疑心がですね連発できるっていう判定にならなかったとしてもですね、各党の相性っていうのはめちゃめちゃ高いということになるんじゃないかと思います。次はテイクですね。この武将も伝国寺との相性が非常に高いんじゃないかなと思いますね。で、理由としてはやっぱりアクティブ戦法の内容にあるわけなんですけども、こちらの戦法はですね、核の固有戦法と違って発動率が低いんですよね。 35% ということになってます。で、これが当選した後にですね、さらに近衛兵の発動の割合っていうのもですね、当選するっていうことになると、かなり確率は低くなるんじゃないかなと思うんですけども、もし当選できた時はですね、かなり強力になるんじゃないかと思います。で、この固有戦法の内容なんですけども、弱体状態の敵に軽略ダメージを与え、敵軍2人を回復無効状態および逃亡状態にして毎ターン継続ダメージを与えるという内容になってるわけなんですね。なんで事前に弱体状態っていうのを付与しておかないとダメージが入れにくい戦法ということになってしまうわけなんですね。ただですね、この10面埋伏自身もですね、回復無効とか逃亡みたいな感じで弱体状態を付与することになりますので、もし仮にですね、弱体状態付与できてない環境で、テイクは固有戦法を打ってしまったとなったら、ダメージが通りにくい環境にあるんですけども、弱体付与しますので、その後この衛兵が打ったこの10面埋伏ではですね、ダメージがしっかり通るみたいな感じになると思いますので、これはかなり面白いんじゃないかなと思いますけどね。で、テイクっていうのはですね、火力が非常に高いですから、やっぱり戦法が重たい分性能はいいということになってますので、連発できたらダメージとんでもなく出るんじゃないかということでですね、こちらの武将もですね、武力は低いので通常攻撃でのダメージっていうのはですね、当てにできないかなと思うんですけども、まあそれでもその伝国寺と相性がいいということは揺るがないんじゃないかなと思いますね。次は関羽ですね。先ほどの核とかテイクと違って武力は非常に高い武将ということになってますので、近衛兵の通常攻撃っていうのもですね、当てにできるということになります。で、さらにですね、固有戦法がアクティブ戦法で、こちらが結構重たい戦法ということになってるんですよね。発動確率 35% で、さらに準備期間もあるということになってますので、全然発動せずに戦闘が終わるみたいな機会も多いので、これを発動させて、で、さらにですね、この辺にも発動させるっていうことになるとですね、まあその3回戦って1回ぐらいあるかないかっていうレベルにですね、なってしまうかもしれないんですけども、もし仮にですね、この兵が発動させることができたらですね、めちゃめちゃ強力ということになってます。ダメージはでかいですし、あと余ダメージも増加させてくれますし、で、さらにですね、制御も付与してくれるということでですね、3つの強力な効果があるというのがですね、この固有戦法になるわけなんですね。なんで連発することによってですね、封印なの最新なのですね、まあ相手に対する制御っていうのをかけまくった上にですね、ダメージもかなり出るっていうことになりますから、これは相性がいいと言ってもいいんじゃないかなと思いますね。次は関銀兵ですね。この武将に関してはですね、先ほどの関羽よりも相性がいいんじゃないかなと思いますけどね。この武将も核に匹敵するぐらいですね、相性がいいということになるんじゃないかと思います。で、武力が高いので通常攻撃も当てになりますし、で、この固有戦法の発動率が 60% ということで非常に高いんですよね。で、さらにこちらの内容っていうのがですね、敵軍2人に平人ダメージおよび固心効果を与えると。で、固心効果が与えられた目標っていうのはですね、3回ダメージを受けると強行状態になってしまうということなんですね。なんで関銀兵が固有戦法発動したらですね、結構相手に強行も合わせて付与するっていうことになるわけなんですけども、ダメージを与えるための手数っていうのがですね、結構必要になるわけですね。で、この消耗古城を打った後に、さらにこの兵も消耗古城を打ったらですね、その手数っていうのも追加されますし、あとこの固心効果っていうのは敵軍2人にしか付与できないんですけども、そのターゲットっていうのがですね、もし変わったりしたらですね、敵軍3人全員が固心状態になるみたいなことも考えられるわけですね。なんで打ち漏らしがなくなりますので、全員が強行状態になる機会が生まれてくるということになりますので、これはめちゃめちゃ親和性高いんじゃないかなと思いますけどもね。まあその関銀兵を首相にしなければいけないっていうことでですね、ちょっとその編成に縛りは出てくるんじゃないかなと思います。ここがちょっとネックかなと思うんですけども、それ以外だったらですね、完璧なんじゃないかなと思いますので、こちらの武将もぜひお勧めしたいかなと思いますね。
次はリクソンですね。この武将はですね、首相で使われることが非常に多いですし、その固有戦法を連発することによってですね、どん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 相乗効果が生まれてきてダメージが出るという武将になってますので、伝国寺おすすめですね。ちょっと武力が低いんでね、通常攻撃のダメージは当てにならないということなんですけども、この固有戦法がですね、燃焼を付与するわけなんですね。で、相手がすでに燃焼だったらですね、ダメージを与えて他の武将をですね、燃焼状態にしてしまうということなんですね。なんで燃焼ばらまき武将と、で燃焼の相手にですね、燃焼をかけたら追加ダメージも入りますよっていうことで、これもしですね、連発できたとしたらですね、そもそもこの固有戦法単体でもですね、その連鎖っていうのが成立している上にですね、そこに畳みかけるようにですね、燃焼を付与しだすっていうことになりますから、これに回発動したら結構エグいんじゃないかなと思いますね。で、発動確率も 50% ということでですね、そこまで低くないということになってますので、各や勘銀兵と並んでですね、伝国寺を持たしたい武将ということになるんじゃないかと思いますね。そして最後、軍友武将を見ていきたいんですけども、まずは呂布ですね。この武将と伝国寺も相性いいんじゃないかなと思います。武力が100と、これ初期値ですから、まあ、全武将の中で最も武力が高くなる武将ということになります。なんでこの兵での通常攻撃のダメージっていうのもかなり当てになるんじゃないかなと思いますし、あと固有戦法を連発することによってですね、相手に手痛いダメージを与えることができるんじゃないかということですね。天下武装アクティブ戦法発動確率 35% ということでかなり低いんですけども、相手に対してですね、一騎打ちを申し込むんですね。で、殴り合うっていうような形になるわけなんですけども、で、これが終わった後にさらにですね、伝国寺で発動するっていうことになったら、また一騎打ちが発生させられるっていうことになりますので、相手は結構兵損でかくなるんじゃないかなと思いますね。ただこの天下無双のネックといたしましては、自身も殴られるっていうことで、例えば一騎打ち相手っていうのをですね、 A と B と分かれてですね、選んでしまったとしたらですね、相手の武将は壊滅させられずに自分は手痛いダメージを受けてしまうみたいなことがですね、考えられるんで、できることならですね、各家と一緒に組ましてですね、戦闘1ターン目2ターン目の耐久力っていうのを保ったまま一騎打ちを挑むっていうのがですね、望ましいんじゃないかなと思いますね。で、自身が首相の場合、一騎打ち後に非平人ダメージを減らすという効果があるわけなんですね。で、これの効果でですね、その連戦できるとかいうことになったらですね、2回目の一騎打ちでのダメージっていうのもですね、抑えられるっていうことになりますので、これは相性いいんじゃないかなと思いますけどね。ただですね、継承戦法にアクティブ戦法を積むことがほぼないので、もし仮にですね、伝国寺の効果っていうのが継承戦法にも及ぶようなことがあったらですね、そこは活かせないっていうところはネックになってるんじゃないかと思います。で、次は張角ですね。この武将もですね、固有戦法が非常に強力なので連発したいところですよね。まあ、ただ武力は低いんでね、通常攻撃でのダメージっていうのはですね、当てにならないかなと思うんですけども、その固有戦法での最大火力っていうことだったらですね、全武将の中でもトップクラスということになりますので、これを連発することによってですね、相手に手痛いダメージを与えられるのはまず間違いないかなっていうところなんですね。で、しかもですね、強行という強烈な制御っていうのもですね、割合で付与しますので、やっぱり連発するっていうことはですね、強行にさせる確率っていうのもですね、上がってくるっていうことになりますので、これはですね、なんとかこう張角首相の編成を考えてですね、覚えさせたいなと、伝国寺使いたいなっていう感じはしますけどね。まあ、その非常に強い編成として天候張角盾みたいな編成もありますから、それの首相張角の火力を上げるっていうことだったらですね、さらに強いテンプレ編成がですね、生まれるんじゃないかなと思いますね。で、もし伝国寺の効果っていうのがですね、継承戦法にも及ぶということだったらですね、この義援は死ぬほど強くなるんじゃないかなと思いますけどもね。この固有戦法の内容がですね、戦闘中準備戦法が発動時 75% の確率で、準備期間が一旦減少し、戦闘開始後4ターンの間アクティブ戦法による、ダメージを 30% 上昇させということになってるので、まあとにかくですね、継承戦法は強い準備ターンがあるアクティブ戦法を覚えさせるっていうのがですね、義援の使い方っていうことになるわけなんですけども、その強力な継承戦法っていうのをですね、連発できるっていうことになったらですね、かなり良さそうな感じはしますね。ただこの準備期間が一旦減少っていうのがですね、この兵にも適用されるのか、この辺はちょっとわからないということになってますんで、これに関してはですね、もう使った人に聞くしかないということになるかなとは思うんですけども、聞ける人間っていうのがですね、本当に少ないということになりますので、まあ判明するのかどうかっていうのはですね、ちょっとわからないところはありますけどね。ただここがわからなかったと言うてもですね、影響っていうのはそこまで大きくないんじゃないかなと思いますね。持ってる人っていうのが十何人しかいないっていうような貴重なシンプルになってますからね。
あと最後、演術なんかもですね、非常に合ってるんじゃないかなと思いますね。これもまた継承戦法も含まれるっていうことだったらということなんですけども、この固有戦法っていうのがですね、自身に玉璽効果を獲得ということなんですね。玉璽効果獲得されてさせて、さらに伝国璽効果も獲得させるっていうことでですね、なんかちょっとおかしなことになってるんですけども、この戦法はですね、継承戦法の発動率とかを上げた上にですね、改心とか希望の発生率も上げるということになってるわけなんですね。なんで強力な戦法っていうのをですね、連発できる可能性がありますので、それに対してですね、さらに伝国璽が発動するようなことがあったらですね、ダメージっていうのはですね、強烈になるかなと思うんですけども、こちらに関してもですね、この兵が発動した戦法に改心とかあと希望が乗るかっていうのはですね、ちょっとわからないっていうところがあるとこだけお伝えしておけたらなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は記念ということでですね、まあほとんどの方に関係がないこの伝国璽というですね、神父の性能っていうのを活かせるような武将っていうのをですね、考えてみたわけなんですけども、まあちょっと考えるっていうこと自体がですね、楽しかったかなと思いますし、聞いてる上でですね、ああ確かになっていうことでですね、他の編成に活かせるようなタイミングっていうのがですね、あれば嬉しいかなとは思ったんですけども、まあそういったことはほとんどないかなっていう感じはしますけどもね。本当にまあ暇つぶしに使っていただけたらというような動画にはなってしまったんですけども、まあもし仮にですね、この伝国璽を入手された方っていうのがですね、またこの動画を見るようなことがあったらですね、今回の武将たちっていうのをですね、考慮に入れてみていただいてもいいんじゃないかなと思いましたね。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。